はい、どうもこんにちは、圭介です。はい、多分前回の Vlog と多分同じ日に撮ってると思うんですけど、ちょっとあまりにも話したいことが多すぎて、もう1時間ぐらいの尺になっちゃうと思ったんで、一回ね、切りました。はい、ということで、ちょっと先にお知らせですね。はい、この前の動画もちょっと盛大に告知吹っ飛ばしてたんで、9月19日、はい、東京で11時、1時でレッスンがあります。はい、ロールをメインに、扱ったレッスンで、アイソレとか、体の動かし方とか、なんかヒットとかは、ね、ウェーブとか独学でやったことあるけど、どういう風に動けばいいか分からないという初心者の方とかに非常におすすめなレッスンでございます。はい、そして、9月25日、名古屋でレッスンありますので、はい、ヒット主体のレッスンとアニメーションっぽい、レッスンですね、はい。どっちもあります、はい。両方参加していただけるとレッスン代安くなりますので、ぜひ参加してください。はい、詳細お申し込みはインスタグラムで、DM 送ってください。はい、詳細に関してはいつも毎日、ね、ストーリーに上げているので、そちらでご確認ください。ということで、今日もリムナブの、はい、みんなでヒット練をやっていこうと思います。はい、前回は一生懸命とにかくもうヒットを打つと、今日はね、もうミュー対策でございますね。でリアルでいいよね。なんかダンスインスタとかになりたいって上京してきた子のさ、なんかダンスがこう治っていく過程というか、まあ、プロ目指してる人はもうなんかミューより上手くなんなきゃダメですからね。はい、いつか頑張ってください。ということで、基本的にミューの踊りを見てていつも思うのが、ノリがちょっと重すぎる。結構グーって潜ってこう引っ張るみたいな、こういう感じのノリがすっごい長いから、絞るようなヒットしか打ってなくて、こう体をクッと止めるための動きになっちゃってる。で止まったとこから動いて、また止まって動いて、止まって動いて、止まってみたいな、あんま軽やかに見えない。ポップって弾けるなんで、ストップって名前じゃないじゃないですか、みたいな感じでパーンって弾くのも大事。なんかポップを止まるために使うと思っちゃってる人多いんだけど、ポップコーンのポップって弾ける、うん、だるまさんが転んだドンって、もうアウト、これアウトですから、はい、これ、はい、やってみてください。だるまさんが転んだやつで超アウトだって。そう、わかる。そうだから体を動かすから体って振動するんですよ。なのに体を揺らしながら体を止めようとするっていう矛盾をやっちゃってるんですね。まあ、確かにヒットを打つことでバチンって止まるように見せることはあるけど、別にヒットを打たなくても止まれます、そういう人は。そこで体を軽くぶつけるエフェクトをかけてるだけで、ヒットを打ったから止まるわけではない。だから本当だったら止まらないってなるやつが、ヒットを打った瞬間にピタッと止まるわけではないので、ヒットそのものに別に止まる効果があるわけではない、うん、本当にヒット打たずにこうやって止まってって言ったら、多分そのパーンってできる人は別にヒット打たなくても止まろうと思えばピタッと止まれる人たちなはず。そこに軽くそれエフェクトとして、自分たちは多分そんなに意識してないだろうけど、ヒット打ったら止まると思ってる人もいるけど、上手な人の中には。でもその人たちはもう無意識的にやってるのであって、ヒットを打ったから止まれると思い込んじゃうと、ヒットで体を大きく揺らした方がヒット強いと思ってるのに、体を止めようとするっていう矛盾が起きちゃう。だからそのダイナミックさをこういうところでつけるしかない。そうで、そこでまたピタッと止まるみたいな。なので今回はそのベースのノリを軽くする、軽く乗っといて、で太鼓を強く叩く感じだ。そのやる必要はないわけですよ。そう、軽く乗りながらバン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 ってこう太鼓を叩いていく感じ。ダダダダ、でここがヒット。こういうベースの乗りで体を弾く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 ってやったわけ。そうで、たまに弾く弾く弾く、チュードドドみたいなのがあると、うわーって見えるので、ずっとそれだとなんかまあすごいけど、こう目をなんかこうグッと引き寄せるようなエフェクトにはなりにくい、うん、ずっと同じことやっちゃうとあれなん で頑張ってリズミカルにこう体を軽くしつつも強く叩く。パンチもらってうわーってやんないから。絶対当たんないじゃん。あーえーもう余裕で 50m ぐらい離れられるじゃん。そう、強いパンチとかこうシャンみたいな、もう一瞬のその速さとスナップなので、強いインパクトを作りたいのか、
ピタッて止まりたいのかは結構分けた方がいい、うん、インパクトを作る、体を揺らすイコール体を動かしてるんで、それは胸がここからここまで動くからボンってヒートに見えるのであって、こうやって止めてたら揺れにはやっぱならないから、そう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 、だから絞る人も大事です、大事、うん、ダーンダーンってやってるともう落ち着きないから、そうみたいなのも大事っちゃ大事なんだけど、それしかできないのとそれもやるのでは意味変わってくるんで、はい、ちょっとベースのノリを変えて、して目の場合はダンパッダンパッダンパッできるようになりましょう。レッツゴになることを気にしてるんだったら正面を向かないようにすればいいし、鏡を見ながら踊るとっていう条件があるなら鏡を見ないで踊るようにすればいいだけなので、はい、そういう意味でですね、結構問題解決能力というのは結構大事になってくるので、うん、こういう動画を見ながら自分に直接関係するトピックじゃなかったとしても、なんかその問題を解決するアプローチっていうものを見て、自分はこういうのも苦手だからこういう練習したらいいのかなみたいな、そのなんか考え方をなんかこう当てはめていってもらえるといいのかなというふうに思います。絞るヒットと弾くヒットっていうのはもうメロンとメロンパンぐらい違うので、あんまりこうなんていうんだろうな、
ヒットが打てるみたいな自負はですね、一回自分の中でポンと取って、もういろんなヒットをね、打ってください。そのフルーツの盛り合わせ作ろうって言って、あ、分かったみたいな、俺メロンパンあるから持ってくるわって言われたら、パンだからって話なんで、そう、それパンだからみたいな、そう。だ結構そのみんなで弾くヒットの振り付けやってる時に一人だけ絞ってると目立つんですよ。本当にもう物が全然違うので。ただこういう練習をしてる時はですね、僕はいつも意識してるのはね、その対極になるものを練習しようと。基本のノリを軽くしてパンって叩くんだったら、じゃあその対義語というか反対って何だと思いますか？重くして弱く。そう、まあ絞ってあんまり動かないと、まあ、重くして絞るという感じですね。そう、その対局も練習しておくのはすごい大事で、自分がどっちが今得意なのか、で自分がどっちが得意なのかを判断して苦手な方を頑張るというのが大事になってきます。なぜか分かりますか？得意な方はね、練習しなくても勝手にやっちゃうから練習になってるんです。そう、即興で踊ろうとかって言われたら、もう得意なことずっとやっちゃうから、タッと好きなやつって必ずタッと入ってくるし、もしはもう練習しようっていう意識がなくても自然と練習してる時間って長くなってるんで、得意なことは何もせずとも勝手に伸びるし、自分が無意識でできるその得意な領域だから得意っていう分野になってるから、そう、練習しようとしなくてもね、いろんな経験値を積むと勝手にそれが得意なことに変換されていくっていう。なので、ぜひですね、ちょっとなんか練習、大きく踊る練習をしたらちっちゃく踊る練習をするとか、なんかそういうふうに対極もきちっと意識すると、自分がやってることを正確に把握するためにはその反対側を考えるっていうのはすごい大事なので、ちょっと今からちょっと絞って、かつ、あんまり動かないというか、ちょっと重たく踊ってみます。皆さんもやってみてください。レッツゴー。
難しい、はい。あでもミュウはなんかいつものミュウだなっていう感じだった。なんか近寄かって言うたらちょっときつい。うん。いつもと違ったなんか。なんか、ね、入りは似てる。いつもの普段のミュウと似てる。だからやっぱりそっちが得意だから、うん、逆にそのこう軽くしておいてブーンみたいななんか急に重たくなるみたいなとかが入ってくるとこう得意なものがより目立つというか。うん。でリンカはあの元々ねそのなんかヒットをさ教わるためにさアニメーションやってたじゃん。だストップはうまいんだけど軽い。うん。だからなんかあのカーボンみたいな。こうコンコンってちょっと硬くて頑丈ではあるんだけどむっちゃ軽いみたいな。なんかそのカーボンって金属と違って耐荷重を超えたら一気にパキンって折れちゃうから。だから結構動画見返したら多分わかるんだけど一個一個の動きはね速くて細かくて軽いんだよね。で止まる時だけパチンってなってるみたいな。そう。だからあの途中でビート抜けたところとかあるじゃん。それこそロボット得意なんだドーンって前も言ったけど、結構長いカウント使うとか結構できたんだけど、やっぱりこう動いちゃう。ヒップホップのクッ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 クみたいなのベースにパチって止まってるみたいな感じになっちゃうから、意外と重たい練習は苦手かもしれない。リンカは結構なんかズッカーンズッカーンみたいな練習して、でミュウはでパーンと弾く練習っていう、だスナップして手拍子するぐらいの感じ、うん、でリンカは一個一個握りつぶすぐらいのカーンカーンみたいなっていう感じで練習してみるといいかも知れません。ということで皆さんもですね、なんか得意な動きのその反対を一生懸命こう自分の中で理屈考えてみて、だパペット好きな人は逆にこうトイマンとか体の形がカッチリしてるやつがもしかしたら苦手かもしれないしとかね、グッと大きく動く人はこういうマイクロウェーブとか苦手かもしれないし、で逆にこういうマイクロウェーブ得意と思ってる人はこうやって大きく動けって言われると結構ボロ出てくるかもしれないしとか、まあ、自分の中でこう反対を練習してみると、あのその得意のそのなんか何が得意で何が好きなのかっていうのがより具体的になってくる。だからあのそのマイクロウェーブ得意な人はマイクロウェーブが得意なんじゃなくて、例えばなんかその体をコントロールするのが得意なのかもしれない。思った通りにその勢いとかじゃなくてゆっくり丁寧にやらせてくれればどんな作品でも作れますみたいな。だったら逆に大きくしてなんか定点固定を利用したなんか超大きいウェーブとかももしかしたら得意かもしれない。だその自分で技名で勝手にくくっちゃうとその外側を見なくなっちゃうから、まあ、僕はなんかダンスが得意なんじゃなくて最終的には体を動かすのが得意だっていうことに気づいた。そう、僕のダンスはあのずっと体を動かしたり技術を表現することが得意で、世界観を表現するのがすごい苦手。ないものは見れないし経験してないことは想像できない。だなんか恋愛系の歌で踊れって言われてもなんかそんなにバッとこう感情移入ができなかったりとか、なんかだから R&B 系のレッスンとか行くとなんかこうみたいな表情が全然できない。でも他のその生徒の子たちとか技術は全然ないけど胸掴んでみたいなのを見るとあすげえなーみたいな。で俺ってなんで苦手なんだろうと思った時にダンスを運動として捉えてた側面が強かった。ダンスを始めた頃に表現とかじゃなくて、だからロボットにもなりきれない。だって人間だもんってなっちゃう。そう、ロボットのガチーンとかできない。だって日本のロボットって超優秀だからさ、シュイーンってしまってくれるから、物とかもうドーンってなったらもう設計ミスだろ。そんなロボットダメでしょみたいな。俺らが日常でこうさ身につけてるものを作ってくれてる工業製品たちがさ、もうウィッバシャーンガーンって困るじゃん。ね、なんかあのガムとかさ液体とかジュースとか作るときにさ、ボーンって混ぜてさ、もう液体バシャバシャになっちゃうから、そうできるだけスムーズなベルトコンベヤーの方がいいし、うん、なんかこう運ぶときもジュイーンってなるから、そうとかっていうふうに思ってしまうタイプなので、そう骨がないとか無理だし、あるしってなっちゃうし、あの爬虫類苦手だし、なんかあの技術を再現するのは得意なんだけど、イメージを膨らましてそれを具現化するみたいなのは超苦手。そうってなった時に、じゃあ僕はポップが得意とかじゃなくて普通にその体をこう細かく表現するのが得意。だからヒップホップもステップは踏めるけど別にクラブイットウェイってやるのが好きなわけではないから、だからその、なんて言うんだろうな、こう
体の中から出るブラックなノリとかは表現できない、うん、そう綺麗にステップが踏めるだけだから先生がぴったりだ、うん、ステージに立つ人たちはやっぱりこうないものを見せて魅了しなきゃいけないから俺みたいにこう顔が現実世界のこうしようかなみたいな表情で踊ってるやつなんて全然魅力的じゃない、うん、でも先生だったら逆にちゃんと説明して見せなきゃいけないからそういう意味で仕組みを説明するっていう意味ではダンスの先生とはすごいぴったりだったみたいな感じでそうやって自分の得意なことの反対を考えていくと得意なことがより明確になってなんかその自分の本当の得意な部分のこの一部しか使ってないこともあるだから俺はアニメーションが得意だと思ってたら実はなんかこう本当はここが得意なんだけどその一部だけ被っててだちょっと 10%、20% ぐらい得意な部分が入ってるから得意だと思ってるだけで、うん、自分を探っていくと本当に 100% 得意を発揮できることもあったりするんでそういう意味で、はい、自分の得意不得意にはこう真摯に向き合ってみましょうということでレッスン来てくださいインスタグラムフォローお願いします参考になったと思った方はぜひ高評価とコメントお願いします。